原田幸也選手です。まずは準優勝戦進出おめでとうございます。はい、4日目レースを終えてこうエンジンの仕上がり具合などいかがでしょうか。まあ思い通りには来てます。改善したい箇所などありますか。はい、そうですね、昨日出足型とおっしゃっておりましたけど足の具合はどうでしょうか。今日走られて、まあ行き足出足に関してはもう言うことないんですけど、まあ、ちょっとレース足とかその辺を総合的にひっくるめると、まあ、もうちょっと上積みはできるかなと思っているので、準優には完璧な状態で臨みたいなと思ってます。前節と同じエンジンですけども、まあ、前節輸出されておりますけどその時との感覚の違いとかってありますか。感触的にはどうでしょうか。まあ、感じ的には前節よりはかなりいい手応えですけど、まあ、メンバーも前節よりいいので、まあ、とにかくエンジンの力を最大限引き出して悔いの残らないレースを心がけたいなと思ってます。この後準優勝戦に向けてどのような作業を考えておりますか。とりあえず今日レース終わってからプロペラ調整したので、あとはまた明日の気象条件見ながらちょっとずつ考えながらいろんな箇所を点検していきたいなと思ってます。明日2号艇になりますけどもいかがでしょうか。まあ、今日3号艇で失敗しているので、まあ、3コースは嫌だなと3号艇は嫌だなと思ってたんですけどね、2号艇だったので、気分よくレース臨みたいなと思ってます。はい、では最後にファンの皆様に一言お願いします。優勝戦に乗れるように精一杯集中していいレースをお見せしたいと思います。原田幸也選手でした。ありがとうございます。はい、どうも。